はい、皆さん、こんばんにちは。ハッピークローバーチャンネルのクローバーです。紙縛るの忘れてた。じゃあ、昨日一日忘れてしまったんですけど、申し訳ございません。本当。まあ、今日も今日で仕事のため、またメイクやっていこうと思います。もう何日目か忘れた。また、今やってるメイク動画全部見直して数えていこうと思います。おそらくもう20日以上経ってるんじゃないかな。100日後に本当にどこまで上手くなってるのか検証という動画なので、まあ、頑張っていこうと思います。はい、じゃあ早速、洗顔乳液いってきます。レッツゴー。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。あったあった。いつものようにこれ使ってます。昨日ね、思いっきり見てる方は分かると思うけど、昨日っていうか一昨日前回の動画で見てたと思うんだけど、前回の動画急ぎすぎてめちゃくちゃ撮りすぎちゃったんだよね。だから今回はちゃんと見ながら撮っていかないとな。顔むくんでるかな。いつもよりなんか、今日は時間結構あるから眉毛も描いてみようかな。なんかね、最近もうメイク動画で話すネタが切れてしまったんだよね。まあ言う、強いて言うならストレスやばいかな。だってさ、もうメイク動画は別にいいんだけど、まあダイエットもやってるわけですし、なおかつ呪術廻戦とコスプレがしたい。できないけど、やりたい。皆さんが許してくれるのであれば、買えるんだけど、それは自分にとっての甘えに近いんじゃないかなって思って買ってない。でもね、正直ね、ストレスやばい。呪術廻戦のね、虎杖悠仁君のコスプレしたいんだよ。ガチで。ガチでって言ってる言い方あれだけど。お尻どこ行ったっけ？呪術廻戦の虎杖悠仁君のコスプレもしたいし、なんなら一年ず全員やりたい。野原ちゃんはあそこまで美しくなれないと思うけど、できる限り再現したい。野原ちゃん、あとはウィッグのセットが一番困難な伏黒めぐみ君もやりたいな。一年ずは本当に全員やりたい。だってこの前虎杖悠仁君のパーカーあったから、もどきはできるかもしれないけど、あくまでもどきだからね、コスプレじゃないからね、あれ。だからさ、その辺でさ、TikTok とか見ててさ、すごいなんか、やってる人いたりさ、うまかったりさ、するとさ、この、やりたいなーっていう衝動を抑えるのがすごい大変、最近の悩みは。一年か。あと7ヶ月が、いや、7ヶ月は10月か。あと、9ヶ月。耐えられるかな、私。引っ越しする前に全部一気に使って引っ越しできなかったりして。やだなぁ。でも今年中で一回引っ越しをしたいんだよな。できるかどうかわからんけど。50万あったら引っ越しできるかな。できたらいいの、でも。そういえば、
貯金してる企画やって言いながらこういう企画を提案するのもなんですけど、はい、また改めて後日動画出すんですけど、まあこれやりながらでいいか。来月4月に、また詳細は追って、あの次回の動画あたりで話すんですけど、そうですね、はい、4月あたりに私と一緒にいちご狩り行きませんか？なんかフルーツ狩り行ったことなくて行きたいなって話を職場の人としたら、なんか行けばいいじゃんって言われたんだけど、一人で行くのなんかちょっとしんどいじゃないですか、恥ずかしいっていうか、なんかうん、だから一緒に回る人探したんだけど、同期の仕事場の仕事の人とかなかなか時間が取れないんですよ。だからそういう話をしたら、じゃあフォロワーさんと一緒に行けばいいじゃん、誘ったら来るんじゃねっていう話になって、まあ見バレが怖いっていうのもあるんだけど、そこは皆さんを信用したいなって思ってますね。はい、詳細を追って話しますが、来れる人は来てほしいな。最低でも3人募集したいんだよな。あまり大勢で行ったらもうなんか農園の人に迷惑かなって思うから。あ、つけすぎた。だからもし私と一緒に行ってくれるっていう方がいたら、ぜひ一緒に行きませんか。まあこんなメイクしながら言うのもなんだな。また本当に後で、おいおい後日言いますけどね。後ろやりすぎたかな今なんか本当集中すると喋らなくなるんだよな私。グラデーションができないのか。どっちの茶色使おうかな。靴使おうか。
色があんまり合わないな、この茶色。こっちにするか。よいしょ。目はこんな感じかな、今日。うん。眉毛が本当に苦手なんだよな。濃いかな、太いかな、やっぱり。あれ、ちょっと取りすぎた。ちょっと待って、太い。え、これ太くない？太いよね、どう見ても。太いよね。無理。眉毛が本当に薄く描けない人なんよ。元から眉毛太いから。眉毛やっぱ触らないでよ、こう。怖い。もうちょっと描き方覚えてからか。こんな感じかな。あ、リップ。どうせマスクするか見えないけどね。最近リップ、これがお気に入りだからこれ使ってます。なんか色の発色がいいっていうので。
そんな感じかな。今日の完成形こんな感じです。まあいつもと変わらない感じかな。うん、強いて言うなら、ファンデーションでは肌荒れが隠れるようになってきたのがちょっと嬉しいかな。まだアイメイクとか全然できてないけど、うん、マスカラとか買ってるけど、マスカラ下手くそだから、もうちょっと練習してからマスカラやりたいな。あと眉毛に自信が持てるようになりたいな。うん、なんか整ってるよって言われてるけど、描いたら描いたら太く見えるから、うん、まあなんならもう全剃りして描きたい。全剃りしたら全剃りしたら絶対なんかお店の人に怒られるけど、その方がでも全剃りした方がなんかコスプレとかでもなんかメイク描きやすいからさ。そのうち今の職業が終わったら全剃りしよう。今んとこ終わるつもりはないけどね、今の職業。今日メイク直す時間あるかな。じゃあ今回は、21分もかかってしまったので、動画の方で編集して早送りしてなるべく短い動画にしたいと思います。まあ無言だから喋れないから、まあいいかな。うん、それではまた夜の方に参っていこうと思います。レッツゴー、時間よ進め。はい、ということで仕事終わりで帰ってきました。メイクバッリバリ落ちてます。残ってるのわかる？うん、残ってるけど落ちてるんだよね。うん、でね、メイク落とし買うの忘れたから今からまたコンビニに行くんだよね。うん、この顔で。うん、恥ずかしい。まあ、簡単に買ってくるだけだからいいんだけど。うん。今日に関しては、なんか何も言われなかったけど、アドバイスっていうか、おすすめで、なんだっけ、キープするやつ？メイク終わった後にキープするやつやったら、ファンデーション落ちないからいいよって言われたから、明日買いに行こうかなって思っています。はい。そんな感じです。アイラインは綺麗に引けるようになったかな？ぼかしも効いてうまく。うん。まあ、そんな感じですね。また明日動画撮っていこうと思います。一日遅刻してすいませんでした。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ！ See you!